日に第一子を出産したフリーアナウンサーの高橋真麻が2日に更新したブログで、切開した傷が猛烈に痛み出し、たことを明かした。真麻は、昨日、今日と動きすぎた結果、切開、レイン切開、した傷が猛烈に痛み出しまた片頭痛もひどくなったのでさすがに少し横になりました、と、辛そうな様子。無理は禁物と言われますが個人的には無理をしているわけでもなくむしろいろいろと家のことをやりたくなり、やっている方が気持ちが楽だったのですがメンタルとフィジカルは全く伴っておらず物理的に体を休めないと、傷も治らないのだということに気づかされました、と反省を込めて記した。今日のお昼豪華にちらし寿司、と写真も投稿。夜はご飯に焼き鮭、納豆、きんぴら、サラダ、海苔というメニューでした。洗濯は3回して、お布団も干して掃除機もかけて片付けしてたからそりゃ傷も痛みますな、と自分自身に突っ込んだ。